ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、プレタカフミです普通に言った。皆さんこんにちは、寺田由紀です。それでは今日の質問です。今知り合いからオペラ劇場の集客を増やすことについて相談を受けています。これまでオペラに縁がなく新規顧客になってくれそうな30代から50代のビジネスマンに向けてオペラの魅力を訴求したいです。訴求、はい、訴求したいです。堀江さんならどのようなプロモート方法が考えられると思いますかという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、ということで本日はですね、福岡からお届けしております。ということでゲストはですね、ジーノ TLPT から医師マドック役の松崎文也さん、そして奏者ノエル役の永石拓実さんです。よろしくお願いします。いいね、声揃ってますね役者なんで。はい、なんかですね、お通し出てきた。お通しですか。これ豆腐の、なんだこれ。豆腐とおからとひじきですかね。ひじきですね。ああ、おからもいいですね。じゃあ先に寺田さんもどうぞ。はい、僕はあの質問の答えから食べていただいてる間にね、私はこう答えました。はい、オペラの面白さ魅力を全然伝え、きれていないですよね。今なら YouTube に面白いあるいは感動の動画とか上げるとシェアされたりしますよね。そういう取り組みもなされていない。あとはオペラの漫画をウェブで連載してみるとかっていう、まあすごいベーシックな話から、チケット代がね、チケット代も高いしね、高かったりとかっていうことが、チケット代だって1、2万普通ですもんね。それを超える興味をそそられることってやっぱりなかなかないじゃないですか。うん、でもね、バレエとかオペラをそれ以下でやるのはきついと思う。そうですよね、やっぱりその、うん、で行った人にならその価値が分かるけど、うん、初めて行く人にはなかなか伝わりにくいものがあると思うので、多分ね、そこの問題もあるんだな。一般的に多分だからパトロンがつかないと無理なんですよね、うん、富裕層のたしなみという、もともとずっとそうですからね、うん、いや例えばだからクラブでもビップルームで稼いで、うんうん、フロアはそんなに稼げないじゃない、うん、フロアってどっちかっていうとビップがシャンパン開けるための、まあ、装置みたいな、うん、つまりだって流行ってるクラブって全部そういう戦略だからね。女の子たくさんタダで入れて、うん、でなんかそれに群がる男どもをたくさん入れてフロアをわーって盛り上げさせて、 VIP もまあまあよしよしみたいな感じでシャンパン開けるっていう、そういうビジネスモデルですから。なんかさっきのウェブ漫画とかがすごく僕素敵だなというかいいなと思っていて、演劇にしたって、うん、こうアニメとコラボした演劇が流行ったことによって、うん、全然そうじゃない普通のちっちゃい演劇にも興味を持ってくれる人って格段に増えたじゃないですか、うんうん、だからなんか例えばテレビドラマでオペラを扱ったドラマが行われたりとか、うん、なんかそういうことで流行につながっていくきっかけができるんじゃないかなっていう。それだから継続的にやっていかなきゃいけないんですよ、うん、漫画でも例えばのだめカンタビレって漫画はクラシックの漫画なんだけど、ね、そうそうそう、だからそういうあれで一時的にもっと流行るんだけどそれで終わっちゃうじゃん。例えばスインガールズって映画が12、3年前にあったんだけど、それでなんかジャズのあれがバーンって上がったんだけど、またシュ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 ってなっちゃったし、じゃあこれからは動画とかの方がいいんですかね。そういう意味で言うと歌舞伎はうまくやってるんだな。あ、この間ワンピース歌舞伎やってましたね。ワンピース歌舞伎とかね、うん、確かとかも含めてすごくそういうこうコラボレーションをうまくやってるところはうまくいってますよね。じゃあまあそういうコラボレーションを考えていただくところからなんか生まれてきそうですね。生まれてきそうですね、うん、なんかうまくまとめようとしてますね。はい、今日はうまくまとめていきますよ。ということでいろいろ考えてみてください。ということで最後に告知でございます。はい、ジンローザライブプレイングシアター福岡公演が明日ってことなのかな。これはもういやもうこれは明日ではないですね、すでに始まっております。今公演中なので、はい、ぜひ今から今初めてこの YouTube 見たその公演を見たいっていう人がまだいたら福岡の博多リバレインホールまで来てください。はい、僕たちが一生懸命人狼をやってるので、うん、きっと楽しんでもらえると思います。ということで本日もありがとうございました。はい、なんかまとめていくな。どんどん登録はこちら YouTube チャンネルもよろしくね。